東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、公正取引委員会が広告最大手の電通グループなど8社に対し、行政処分を視野に調査を始めたことが分かりました。独占禁止法に基づき、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を検討します。関係者によりますと、課徴金納付命令は8社で数十億円に上る可能性もあるということです。